ケベアルマ、アルマ、はい、ですね、そこをなんとか試みてはいるんですけれども、ザックがいるんですよ、やっぱり、アルマのスリー、さあ、入った、コントロールして、ワンのピックから、伊藤、もうここは奪っています、今日初のターンオーバーから、富岡。左のコーナーから池田、富岡も呼んでいますが、ここも時間がなくなってきましたね。玉木ショートコーナーを決めた。川島がちょっと伺いながらですが、アルマのスリー、はい、受けました、ね、外で木村、まだ降板機を得点はありません。コーナーからスリー、富岡、いいですね、富岡、まあ、好調の要因についてはそのスクリーン、味方のスクリーンだったり、あの供給というところにもコメントをしていた田口。いや、まあそれだけね、ザックのディフェンスがいいですよ。ここはちょっとルーズボールになりまして、新潟のボールになります。1本決めたことによって、あの心に気持ちに余裕ができると言いますかね、落ち着くと言いますか、まあ、ようやく来ましたね。そうですね。さあ富岡には中山がつきます。ここはスイッチして、だいぶアンダーでいきますが、遠藤のスリーは決めた。いいですね。フィールドゴールのアテンプトというのがリーグで最も多い選手になります。オーバン、やってきましたね。バスケットカウントじゃないのかと。ちょっとゾーンですかね。そうですね。うまく受けた。渋田です。ちょっとゾーンらしいディフェンスも見せましたが、ここはマンツーマンという感じですかね。渋田、渋田フローター決めています。渋田も調子が良さそうです。安岡からボールを呼んでいたザック、安岡に指示を送ります。安岡、おー、モサク手をかけました、ね、あー、間に合わなかった。遠藤が猛スピードでリングに走っていったんですが、そしてコーバーンとアルマという外国籍2人、アルマから外、ファイトオーバーついていきますが、いいですね、その中で遠藤です。ハイピックがかかりまして、アルマです。サイズのミスマッチありますが、交番から外、池田回してアルマ、アルマのワンハンド決めています。ちょっとやっぱり新潟の方がボールがこう回らないですね。そうですね、はい、秋田のディフェンスはそれだけやっぱり厳しいということなんですけど、ここもターンオーバーになりました。もったいないですね。そしてよく返した、取り返しました。スティール王に代わってスティール王が出てきたという秋田です。いや、本当に川島もそういったところよく狙ってますからね。はい、おー、渋田のフローター、いいですね、渋田。モサクは左利き、アルマから交番に入れた、入れ替わりました、ね、ちょっと厳しくなるかもしれませんね、はい、前半は2分弱しか休めませんでした。おー、ここはバスケットカウントになります。ちょっと厳しくなるかもしれませんね、はい、前半は2分弱しか休めませんでした。おお、ここはバスケットカウントになります。モサクもここ数試合なかなかあのプレータイムもらえなかったですけど ね、 ですね、まあ、こういったチャンスをこうしっかりとものにしてほしいですね。おお、渋田、いや、渋田いいですね、いいですね、はい、遠藤が横切るようなドライブからオーバーン外、遠藤がシュートフェイクを入れてショートコーナーから狙ってきました。ね、渋田がキックをかけます。ハイローパス、交番、バスケットカウント、アルマ短い、このミドルショットは交番がスティールしました。そしてモサク拾う、秋田ボールです。おお、スティールを狙っていた伊藤、絡んでくる、川島奪った。そして伊藤、後ろを見ながら田口、おー、池田、はい、池田よく読んでましたね。川島も前を向かせない、モサクに対して伊藤が出てきた、モサク、そしてコーバーン、はい、ね、間に合いました。いや、モサク落ち着いてましたよ。いいですね、はい、まあ、彼は非常に器用ですからね、今みたいにこうボールもしっかり運べますから、はい、モサクが準備をしています。富岡の積極性というのは光っていますが、ショートコーナー、これで秋田がタイムアウトを取ります。
まあ、それだけ迷いなくスリーが打てるようなチームのスタッツを残しています。遠藤スリーお返しになりました。モサクフェイクを入れてから決めました。玉木が中に入っていきますが、富岡から左のコーナー、そしてモサク、おお中で富岡です。残りが2分を切りました。中で玉木いいですね。新潟ちょっと早く攻めたいですね。そうですね。外渋田のスリーポイント、いやー決めていきました。